CPU モード、CPU モード、プロセッサモード、特権レベルとは、コンピュータの CPU の動作モードであり、CPU が実行できる操作を制限するものである。複数の動作モードを持つ CPU では、そのうちの少なくとも一つは、完全に無制限の CPU 動作を許す。この無制限のモードを通常カーネルモード、あるいはスーパーアバイザーモード、特権モードと呼ぶ。 他のモードは通常ユーザーモードと呼ばれるが別の名で呼ばれることもあるスレーブモードなどカーネルモードでは CPU はそのアーキテクチャのすべての操作が可能であるハードウェア構成によっては不可能な操作もあり得る任意の命令を実行でき入出力操作を開始でき全メモリ空間にアクセス可能である他の CPU モードでは ハードウェアによって CPU の動作に制限が加えられる。典型的には一部の命令が実行できなくなり、入出力操作ができなくなり、メモリ空間の一部にアクセスできなくなる。通常、ユーザーモードでの CPU の機能はカーネルモードでの機能のサブセットであるが、場合によっては、例えば他のアーキテクチャのハードウェアをエミュレーションしている場合など、 カーネルモードのサブセットとは言えない全く異なった機能になっていることある。CPU アーキテクチャによっては様々なモードをサポートする。例えば組み込み用プロセッサでは割り込みハンドラ用などのモードを別に持つものがある。また複数のユーザーモードをサポートし階層を形成するものもある。このようなアーキテクチャをリングプロテクションと呼び図のようにカーネルモードを中心とした。 同心炎上に概念分けることがある。マルティックスのハードウェアはリングプロテクションを大々的に採用した最初の例であるが他の多くのハードウェアプラットフォームも同様の考え方で設計されている。例えばインテル8286のプロテクトモードや i t テ n i a などがある。階層化されたリングプロテクションはハイパーアバイザー上でのオペレーティングシステムの実行や デバイスドライバー、またマイクロカーネルにおけるサーバーの隔離などに活用されることがある。モード保護は CPU 自身だけでなく他のリソースにも応用されることがある。CPU のレジスタが現在の動作モードを保持するが、それ以外に仮想記憶関連のレジスタやページテーブルエントリナニモードを識別する情報を格納することがある。例えば CPU は ステータスレジスタに示されるリング例で動作しているとしてもメモリへのアクセスごとにアクセス対象の仮想メモリセグメントのオンク番号をチェックしマッピングされている物理ページのリング番号をチェックするといったことが考えられる多くの CPU ハードウェアアーキテクチャは通常実行しているオペレーティングシステムが利用する以上の柔軟性を有している 複雑な CPU モードの適切な利用は CPU とオペレーティングシステムの密接な協力が必要であり OS と CPU アーキテクチャを拘束する傾向がある OS と CPU が相互に相手を意識して設計された場合問題はないそれでもハードウェア機能の一部は使われないことがあるが OS が複数の他の CPU でも動作することを考慮して設計された場合 OS は CPU モード機能の大部分を利用しなくなる。例えば、Windows NT は多くのアーキテクチャへの移植性を考慮して設計されたため、ユーザーモードとカーネルモードだけをサポートした。マルティックスは特定の CPU アーキテクチャ、マルティックスのために設計されたを意識して設計されたオペレーティングシステムであり、その CPU モード機能を全て使用した。しかし、 これは例外である。今日、OS とハードウェアの密接な相互依存は、セキュリティと安定性という観点では、効果があるものの、費用対効果が悪くなる。CPU の動作モードを区別する最終的な目的は、ソフトウェアによるシステム環境の偶然、またはコイの破損と関連するシステムセキュリティ反からハードウェアを守ることにある。信頼できる。 システムソフトウェアだけが必要な時だけ無制限のカーネルモードで動作することを許される。他のすべてのソフトウェアは一つかそれ以上のユーザーモードで実行される。プロセッサがユーザーモードでホールドや例外を発生しても多くの場合システムの安定性は影響されない。カーネルモードでホールドや例外が発生すると多くのオペレーティングシステムはシステムを停止させる。クラッシュ。 モードの階層があると、リングプロテクション、ある特権レベルのホールとや例外は、上位特権レベルには影響しない、下位レベルの方はその限りではない。したがって、リング0、最高特権レベルのカーネルモードでのホールとは、システム全体のクラッシュを引き起こすが、リング2でのホールとは、リング2か、リング3など、に影響を与える、可能性がある。 走行中スレッドの CPU モードの変更は高い特権レベルから低い特権レベルの場合は自由に行えるが低い方から高い方への変更はハードウェアが制御するセキュアなゲートを特殊な命令を使えて通過することでなされるまたは割り込みを受け付けることでも高い特権レベルへのモード変更がなされるこれがシステムコールである マイクロカーネル方式のオペレーティングシステムは特権モードで動作するコード量を最小化することを意図している。それによって性能が低下してもセキュリティは高まるという人もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。